ガビーン。はい、どす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 。心は快晴。あんま言わないでほしい。うん、ほんとこれ内緒ですよ。なんか、ほんとに。ポップティーン TV。 チキン買ってちっちゃい道です。屏風から虎を引っ張り出してこい、一休さん、チョコです。よろしくお願いします。どういう意味？いや、意味ないです、別に。はい、というわけで、今日はポップティーン1月号の表紙の撮影をしています。メリークリスマス。表紙って言いました？表紙です。お、僕たちが表紙ってことですよね。そう。嬉しい。やりにくい。なんで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 。やりにくい。そう、まあ、ありがたいことに私が、はい、あの卒業ということでラストポップティーンということでチョコミツで表紙をやらせてもらうことになりまして、どうですか？おめでとう。本当にやりにくいんですけど、どうしましょう。うん、まあ、ということで私ラストっていうことでちょっと本当にガチ盛りの可愛い表紙にできたらなって思います。真剣なんです。いい感じですよね。真剣なんです。みつの可愛いところ3つ。みつの可愛いところ3つですか。目と、耳と、性格。まず目から。目、ね、いいいいいい、なんだのよそれ。で耳、ここの。で性格は何？好きなところ3つ。好きなところ、okay. ちょっと待って、ありすぎて出てこない。終了。違う違う。ガビーン。順調ですか？順調です。めっちゃ可愛いです。よーいす。めっちゃ可愛いです。可愛いです。どす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 。どれが選ばれるのかな。どうかな、どうかな、どうかな、どうかな。前見はなんだけど、前見はなんだけど、みっちゃんのここだけは直してほしいか。ここだけは直してほしいところですか。目が悪いだろみたいなね、あるよね。ないです。ない。ないです。ない。ないんだけど、ないのかな？ないのかな？ちょっと直してほしい。なんかめっちゃやりにくいところです。今日みたいになんかようわからんネタをぶっこんできて、自分面白いと思ってるけど実際そんなに面白くないところかな。君マイメロ？ううん、エルモだよ。クギもそう。でもね、今日はね、友達のね。バツマルくんを連れてきたよ。バツマルくん。バツマルくん。リコーダー目はオールホワイトコーデでーす。今表紙の撮影が終わりました。終わりました。ありがとうございました。というわけで今月はなんと付録がついてます。おっと、こちら、じゃじゃーん。ホタルズマーケットのこっそり垢抜けミニパレットです。はい、はい、はい。内容はこちら。こっちはリップにもチークにもできるクリーム調の赤色のやつで、真ん中はシャドウにもチークにもできるオレンジ色、うん、で一番こっちが、まあ、ゴールドのラメなんですけど、ハイライトにもできるしシャドウにも入れることができるし、
まあ最近だったらリップにキラキラ入れたりとかも可愛いなと思うので、本当にいろんなところで使える万能ラメちゃんです。さらにこれサイズがすごいミニサイズなんです。ほらチョコシの顔の6個分っていうぐらいちっちゃいので、メイク直し用のパレットに持ち運び便利っていう感じで、ささっと持ち運べるパレットになってます。なので皆さんぜひチェックしてみてください。チェックしてね。というわけでポップティン1月号ぜひ皆さんゲットしてください。絶対ゲットしてください。お願いします。お願いします。卒業ページだよ。ドレスはなんかすごい変わった形の、あんまりザドレスじゃなくてちょっとワンピースっぽいドレスにしてっていうのをお願いして、こんな可愛いのを探してもらいました。顔とか手はパールでキラキラ。なんで青なの？なんかやっぱ私といえば緑っていうイメージがあるって言われたから、緑をちょっと大人っぽく変えたら青になった。じゃあ特に理由はなしってことね。はい、心は快晴、頑張ります。ちょっとね、本当に最後の撮影でポップティーン最後卒業ページ幸せです。大好きなカメラマンさんとスタイリストさんとヘアメイクさんと囲まれてこんな可愛い撮影をすることができてとても嬉しいです。俺が入ってないけど。いや別にガイさんは別に頼んでないですもん。なんか勝手についてきちゃったってだけ。じゃあここで動画終了。いやだ、カメラだけは置いててください。最低なくて嘘だよ。ありがとうガイさん。ポップの思い出は？ポップティーンの思い出、でも言ったら本当に全部が思い出で、ポップ戦に参加するってなって初めての撮影もすごい思い出だし、レギュモに昇格した時のあの撮影もすごい楽しかったし、専属になれた時の初めての撮影もなんかドキドキワクワクだったし、いやでもその他もハロウィンの企画とかね、太鼓の達人の顔になったんですよ、全部塗って。それも結構思い出です。辛かった撮影は？バトルは基本辛かったです。特に YouTube の再生回数バトルが本当にしんどかった。おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。嬉しい。やばい、泣けないよ。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます。どうしよう。じゃあ今の気持ちを一言で。うん、いや本当にポップティーンに入ってよかったなって思うし、あの時勇気を出してオーディション受けてよかったなって思います。本当にポップティーンに入ってからなんか幸せなことばっかりで、もちろんバトルとかもマジで辛かったし、本気でやめようって思った時もあったけど、でも最後までこうやって諦めずに続けて
来れてよかったなって思います。それも本当に編集部の方もそうだし、応援してくださる皆さんのおかげでここまで頑張りました。本当にありがとうございました。じゃあティーンズのみんなにメッセージを。本当に約3年間ありがとうございました。もっともっとポップティーンにいたかったし、もっともっとやりたかった企画とかこういうページ作りたかったなっていうのもあるけど、今の自分にできることは全部やりきれたと思います。本当に皆さんたくさん応援ありがとうございました。これからもぜひたくさん応援してください。変わらずお願いします。最後に編集長にメッセージ。編集長にメッセージ。でもなんかふとした瞬間に、なんか最近どうなのとか、ちゃんと野菜食べてるのとか LINE してきてくれるのなんか本当にママみたいママみたいで、あったかかったし、厳しい時ももちろんあったけどでも本当に良かったな、出会えて良かったなって思います。だから今度ご飯連れてってください。本当にありがとうございました。あ、今日見て化粧してんの私今日化粧してんの。可愛い。ありがとう。さっきちょっと誓ったことがあるんですよ。チョコと。チョコと。はい。はい、どうぞどうぞ。これ内緒なんですけど。内緒。あんま言わないでほしいですけど。うん。本当これ内緒ですよ。はい。私たち結婚します。おめでとうございます。幸せになり。ちょっとちょっと何？ちょっとちょっと。私たち結婚。やだ。みんな。選んでもらえばいい。確かにお願いします。みちよりちょっと大きいですもうちょっとなんか肉付きから抱きつくときになんかボリュームあってなんか柔らかい柔らかいです。お願いします。顔も性格もあなたにぴったりです。お願いします。キャー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 。なんで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 解散じゃねえか。お願いします。お願いします。嘘でしょ。でも帰ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にお知らせがあります。1月9日月曜日、ららぽーと東京ベイにてポップティーンのイベントが開催されます。そこで私の卒業ステージもあるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってるよ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。いい感じ。いいよ。ありがとうございます。